こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、今日はちょっと何個か同じ方なんですけど、何個か質問が連続してあったので、お水とかお酒を変えるタイミングについて少し解説していきたいと思います。基本的に仏壇はお水があって、お茶があって、お酒があって、酒があって、で、お花、花木ですね。で、花木があってっていう感じなんですけど、ヒヌカンは、お水があって、お酒があって、花があって、ここまでは一緒なんですけど、お茶はありませんね。ヒヌカンには。その代わり、塩と米があります。で、これは前提として覚えておいてくださいね。で、基本的に、旧暦1日15日はすべてきれいに新しくする方がいいです。いい。で、必ず茶器とか変えないといけないのって言われたら、必ずかって言われたら、必ずではない。だけど、何が良いかって言われたら、1日15日はせめて変えた方がいい。なぜかというと、古いものをずっとお供えしておくっていうのはあまり良いことではないから。お供えにはあまりなってないというか、あんまりよろしくない。だって私たちって一緒のところに仏壇とかヒヌカンとか住んでるのに、自分たちは毎日新しいお水飲むのに、仏壇にはずっと1ヶ月2ヶ月って同じお茶とか置いとくっていうのはあんまり良くないよねっていう考えです。なので、必ずってつくとすごく難しい。で、これを、この質問が出たのが、なぜこの質問になったのかっていう背景が私たちは今わからないので、何とも言えない部分があるんですけど、例えば生活するお金がないけど必ず1日15日茶着変えないといけないですかって聞かれたら、いやいや生活の方が大切だから今はごめんねって詫び入れて謝って、まずは自分の生活を立て直すように動こうっていう話をします。だけど例えばもうめんどくさいから1日15日も茶着も変えないで、なんで根っこ生えてるからそのままでいいさ、そうだよねって言われたら、もうそれでいいんじゃないっていう。だってその人が変えなくていいっていう前提で話してるから。だけど、例えば変える余裕もあるし、変えるきっかけもあるし、でも純粋に必ず変えないといけないのって聞かれたら、いや、1日15日は変えた方がいいですよ。なんでかって言ったらね、旧暦1日15日で産毛もお供えするでしょ。何かお供え物するときは、水とかお茶とかお酒とか、茶着も変えるし、お水も、中のお水も変えるし、綺麗にしてからお供えして手合わせるんだよ、健康祈願するんだよ、っていう風に話をします。なので、なぜによって少し、なぜこの質問っていうのによって、ちょっと答えが変わってくるかなーって思ってます。で、この方、の質問は、一応さっき火の缶に酒は足したんですけど、また後から白いコップ水と茶着花瓶の水とか足した方がいいですかっていうことなんですけど、この今のこの質問をした時の状況がちょっとわからないんですけど、お酒は少なくなってるから足したと思うんですね。で、お水、白いコップのお水っていうのは朝毎日変えるのが一応基本なので、それを変えてねって。で、茶花瓶のお水が少なかったら、どの花瓶でもそうなんですけど、足すっていうのは当たり前かなって思ってます。でも、まあ、茶着の場合は、足すっていうよりかは、変えるの方が生き生きとするので、変えるのをおすすめしてます。で、それを踏まえていくと、ヒヌカンの水は毎日朝一番の水で変えるとよし。だから、これはもうよし、良いっていうので、これだといいよねっていうぐらいで持ってきてます。で、仏壇のお水、お茶も毎日変えるとよし。で、大体お茶はね、まあ、環境にもよるけど、2、3日でカビ生えます。で、お茶にカビが生えてるところで自分たちが生活するって、あんまり衛生的にも良くないよねっていう感じだし、仏壇に入ってる人って、私の場合は夫のお父さんとお母さんなんですけど、夫のお母さんとお父さんが生きてたら毎日お水もお茶も出すじゃない？新しく。それを考えたら、なるべくだったら、まあ、毎日お水とお茶と、新しいの出してほしいなって思います。で、一応これはまあ理想的にはそうだけど、現実的にできないっていう人はまあ2、3日に1回でもいいのかなと。で、一緒に仏壇ヒヌカン住んでないよっていう神屋に置いてあるっていう人はまあせめて1日15日ぐらいはお願いっていうふうに言ってます。で、お酒と花木の水は少なくなってきたら足す、または変えるとよし。これもよしです。
で、お酒がカラカラになってたり、お水がカラカラになってたりっていうお家よく見るんですけど、少なくなってるなって思ったら足していただく方が一番いいかなと思います。なので、なんていうのかな。考え方としては、なかったら足すだよね。で、新しくする。っていうのが一応基本なのかなって思っています。で、ヒヌカンの場合、塩と米があるじゃないですか。お水、お茶、酒は、お花とかは、少なくなったりとか、新しいものに変えるっていうのがわかるんだけど、塩と米はどうするって言ったら、米は、なかなか蒸発してはなくならないので、どういう時にお米がなくなってるかって、例えばこぼしたとか、あと、実際あった事例ではネズミが全部食べてました。で、その時には、このお米の横に、ネズミの食べる、ネズミ駆除の餌をもうしょうがないから置いて、お米が食べられないようにする。で、ネズミも頭いいので、違うのが置かれたら絶対こっちに寄ってこないんですよ。なので、お米は守られたっていう事例があります。で、あと、お塩に関しては、湿度が高い時、特に梅雨の時期、この間もまでそうだったと思うんですけど、今はもうそんなにないかなと思うんですけど、ドロドロに溶けて、なくなってしまったとかっていうのがあるので、この場合も新しく買えます。お米ももしなくなってたり、こぼしたりとかしてしまったら、1日15日関係なく買えます。で、そういう風にして、綺麗に、常に綺麗に、で、神様がいらっしゃるところなので、綺麗にする。もう神棚とかもそうですよね。神棚はお水毎日新しく買えるし、お酒買えるし、みたいな感じでやるんですけど、同じです。仏壇もヒヌカンも。なので、その考えでやっていただけるといいかなと思います。で、この、右眼ごと思考停止してないっていう動画を前にちょっと出したんですけど、この考えでいったらいいのかなと思っていて、思考停止っていうのがどういうことかって言ったら、考えて、知って、理解して、理解する、行動する、反省するっていう順番で考えようねっていうのが私たちの考えなんですけど、この質問って、要は理解するっていうのが少し抜けてるかな、視点としてって思うのが、要は水はなかったら新しくするって、これって、ちょっと、思考を、なんていうのかな、妄想したらわかると思うんですけど、ヒヌカンの水は変えたらダメっていう教えってほとんど聞いたことがないと思うんですね。で、お酒も変えたらダメって聞いたことがなくて、変えなさいっては聞くけど、どの頻度で変えるのかっていうのだったら考えて理解してると思うんですけど、お水、普通に考えたらチャーギって生きてるじゃないですか。で、チャーギのお水がないってことは、水を入れてあげるっていうのが、この理解する、ちゃんと考えて、なんでこれに水を入れないといけないのかっていう理解が入っていないと、答えが導き出せないんですね。なので、私たちはものすごくこの知るっていうのと理解するっていうのを意識していて、これが結局道理なんですよ。なぜこれをやるか。なぜこれをやるかっていう、このなぜまでを自分なりに理解しないと、10年経っても20年経っても、これって覚えられないし、これって理解ができないことなんですね。で、理解ができないことって何回も同じこと聞いたりとかして、頭には残らないんですよ。だから、この仏壇ごと .com ではもうめちゃくちゃ通りってしょっちゅう言ってるんですけど、なんでこうなるのっていうのを考えて行動を自分で導き出していこうねって、なんでかって言ったら、結局一個一個に全部答えがあるわけではないので、ある程度自分たちで判断しないといけないことっていうのが出てくると。で、その時にやっぱりこの知る、理解するっていうのがあることで、全然思考が変わってくると思うので、ぜひこれをちょっと覚えていてほしいなと。で、右眼ごと思考停止していないっていう、動画に関しては、この動画が終わった一番最後にリンク貼っておきますので、そこからまた見ていただけるといいかなと。で、思考停止しちゃうとどうなるかって言ったら、効果が半減するようなイメージ、作業になっちゃうんですね。で、考えることをやめてしまってたり、ルーティンとして何も心を込めないで、ただ作業をこなしてるだけっていうのは、仏壇にとっても、ヒヌカンにとっても、私たちにとっても、あんまり良くなくて、自らの判断とか意思が伴ってない状態では、気持ちがこもる部分っていうのが弱くなってしまうので、答えをすぐに簡単に知る人に聞く、知るには人に聞く方が楽なんですけど、
思考停止のままで聞くのと、理解してから質問するっていうのとでは、全然違ってくるよっていう動画を出してあるんですよ。で、まさにこれもそうで、水や酒を変えるタイミングっていうのって、今までも何回もいろんな人に質問されてるんですけど、このお水とか酒を変えるっていうのを、例えば、お水が蒸発してなくなってるので、今日新しいお水に変えたけど、この考え方でいいですかって聞くと、あ、この人はお水がないって感じたから入れようかなと思って入れたんだな。あ、この考え方だったら OK です。っていう風にとても答えやすいっていう部分もあります。単純に Yes, No だけで答える答えだったら、この理解するが伴ってないので、非常に難しい部分かなって思っているので、ちょっとそこら辺を意識して見ていただけると、どうすればいいかっていうのが、非常に判断しやすくなると思いますので、ぜひ、これも合わせて、この動画を見てみてください。で、ここからはちょっとお知らせになります。仏壇ごと .com では毎月1回か2回、勉強会、直接の勉強会を行ってます。で、平日の勉強会っていうのが、今回も休日の勉強会は定員いっぱいになっていて、平日の勉強会が7月の23日火曜日の10時半から12時半まで、ライカムのミーティングルーム、イオンモール沖縄ライカムのミーティングルームで、行われます。事前の申し込みが必要なので、もし興味がある方は、公式 LINE でご連絡をいただければと思います。で、今回のテーマは、もういよいよ旧盆なので、いざ旧盆完全マニュアルっていうことで、沖縄では誰でも知ってるって言ってももう過言ではない旧盆がやってきます。で、この9本、今年は8月16日から18日の3日間なんですけど、その前の8月10日が旧暦の七夕で、9本の案内をかけるところからスタートしますので、そこからの七夕にやることとか、9本の準備とかっていうのを事前に学んでおくことで、当日慌てないっていう風な、趣旨の勉強会になってます。これは有料で1人3000円になるんですけど、興味がある方はぜひ、あと、この間キャンセルが出た、あと4人ぐらいは大丈夫かな ?3 人か4人ぐらいは申し込み可能なので、ぜひ、9本、ちょっと今回はしっかりやりたいなっていう理解して、道理考えながらやりたいなっていう方はご参加ください。ということで、今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。